もう写真撮ったの？写真撮りました。はい、それでは GTR カップクラス。ちょっと待って、マーシャル、マーシャル。あ、ここのマーシャルが書きます。ポール善陽寺選手。2番手の丸山選手、3番手小森選手、4番手白石選手、以下、はい、スタートします。フライングにご注意ください。立ち上がりだよね。スタート。おいしく飲めるの。さあ、トップ見据えて丸山選手トップ。さあ、小森選手が2番手に浮上。さあ、AWD の白石君がここで2番手に襲いかかる。かーさあ、ここで3番手にこの白いのは誰だ、善ちゃん丸、どっちだ、わかりません。おいえ、善ちゃんかな。善ちゃんが3番手。4番手に今井選手。さあ、1人だけ500のボディを使っている白石選手がどこまで食い下がるか。さあ、ベストラップは善陽寺選手、今井選手が11秒87。さあ、残り7分で小森選手が3番手に落ちた。あ、4番手に落ちた。さあ、トップ丸山選手と2位に今井選手が上がってきたか。こけた、こけた、今井がこけた。さあ、2番手に小森選手、3番手にここで白石君が浮上かな。そんな感じです。さあ、残りはまだ6分30秒。さあ、いきなりものすごいバトルが始まっている。まだ全車同一ラップ、まあ始まって2分ですけど。さあ、丸山選手も12秒07まで上げてきた。小森選手も12秒04。しかしトップ2台が12秒台、残り4台が11秒台。今井選手11秒64まで上げてきた。善陽寺選手11秒79、佐藤選手11秒96、白石選手11秒87。さあ、残りは5分40秒。さあ、丸山選手がちょっと後続を引き離しにかかっている。どんどん順位が目まぐるしく変わる。さあ、白石選手が4番手に浮上。さあ、1位、2位がちょっと抜け出した感がある。丸山くん頑張ってます。さあ、ちょっと1位と2位の差が開いて、さっきまで 0.8 秒差が1秒5まで開いた。さあ、残り5分。さあ、3番手に善陽寺選手、2番手との差がコンマ6。さあ、今の瞬間1位と2位の差がコンマ2縮まった。今の周回は変わらず。さあ、4番手の白石君のペースが上がらない。 AW なんだからもっと攻めればいいのに。ラインが甘い。さあ、ここで善陽寺君がミス。残りは4分12秒。さあ、丸山選手が逃げる逃げる。さっきまで1秒5の差だったのが1秒8に開いた。さあ、残り4分折り返しです。さあ、しかし丸山選手のもだいぶ垂れてきて、今井選手のが元気だぞ。さあ、ここで今の周回のベストラップを見て、ラップを見てみましょう。
丸山選手12秒49、小森選手12秒6、今井選手12秒1、前陽選手12秒4、佐藤選手12秒3。今井選手がコンマ3ぐらい速いですね。これは小森選手を追い詰めるのも時間の問題。さあ残りは3分15秒。得点が違うよ。さあ丸山選手が今の周回12秒3できた。今井選手が2、今井選手が2位に上がってる。え、上がっちゃったの？得点で抜かれた。小森選手がだいたいコンマ5遅れですね。前陽寺選手もまだ12秒2で周回してます。あー、前陽寺選手が3位に浮上。残りは2分37秒。さあこれは今井選手がこのまんまいると、今2秒17の差ですが、この周回で2秒切ってまいりました。1秒8、だいたいコンマ2ずつ詰めてますね。ということは吸収ってこと。残り2分です。まだ2分。MC がうるさいと時間が経つのが短いと。いやさあまだ全員同一周回ですね。すごい戦いになってまいりました。さあ小森選手が白石選手に抜かれた。小森選手どうべ。はい、はい、残り1分35秒。さあだいぶ詰まってきた。今のさっきの周回で1秒2だったのがもう1秒なさそうだ。さあコンマ9、2の差になってまいりました。残りは1分20秒。バイヤーバイヤー、とってもバイヤー。丸山頑張れ、なんとしてもあの変態を抑えろ。さあもうテールというノーズになってしまった。さあ残り1分残り1分でコンマ9の差。あんなでっかいコックンやっていきなり落ちてくるんだね。どうしてできるの。うわさあ残り40秒。丸山、今井、佐藤、前陽寺、白石、小森の順。さあ残り30秒です。頑張れ丸ちゃん。いいぞ小森選手頑張れ。小森選手頑張れ。いいぞ小森。さあここでラストランプです。丸山頑張れ、なんとしても。残り時間は。さあここからゴールです。ゴールだ。ああ、今井選手のゴール。今井選手のゴール。丸山選手のゴール。最後で大どんでん返し。全勝ゴールです。バカ野郎丸山てめえ何やってんのさ。GT の横浜を思い出した。俺の努力を全然届かなかった。